長野は1勝14敗6ポイントというそのような今の戦況になっています。セカンドセットサンバースからのサービス、サーバーナンバー10ケンヤ。速攻での得点、最初のポイントは VC 長野です。サーバーナンバー8川東雄大ルーキーです。ディーパーフロントラインサーバーナンバー18タケシ。ブロックアウト、ディーマサービス打てる小川武史、先ほどパンケーキよく上げました。得点につなげていきました。ブルブルキリバ高さのあるスパイクを放ってきました。上背は195センチ、インドネシア出身のプレイヤーです。ヌルブルキリバン、今シーズンから新加入。鋭いスパイク、戸崎貴弘です。ポイント揃えてと打ち抜いていきました。柳田雅宏、ライトからヌルブルキリバン、昨日のゲーム1ではスパイク決定率は 62.1% のリバンです。ポイントサポーズバックセンター。セカンドセットの序盤戦です。5対5タイスコア。サーファーナンバーセブン戸崎貴弘。サービスエースを放っていきました戸崎。ここも戸崎バックアタックでの得点、連続ポイントを上げています。戸崎2点ビハインドのサンバース、この流れを切る必要があります。
サーバーキャプテン大谷。スパイク決定率 80% 記録。シャトゥー一人サンフォーズ。ここはヌルムル切り板打ち抜いていきました。8対8タイスコア。セカンドセット序盤戦、サーバーナンバー4中村隆介、ミドルブロッカー。パイプ戸崎貴博、セカンドセットの序盤非常に存在感を放っています戸崎です。ビッグスリーフロントミドル高石。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。この試合ミドルブロッカーとしては初先発を果たしている小川武史。グッショーマッサー1点先行ソファーズ。ストレートへヌルムルキリバン、コースをしっかりとついていきました。ノットアップの判定、ポイント VC 長野です。1点ビハインドとなりましたサンバーズ。さあ流れを、強烈マッサー。ナイスファイト、ナイスファイト、取り戻す柳田雅宏、強烈なスパイクレフトから。負けじと戸崎貴博、レフトからのスパイクを決めてみせました。現在戸崎はアタック決定本数は13位です。
サービスエース戸崎のスパイク、ヌルムルキリマンのサービスエースと連続得点となりました。チャイマル4サンポ、その差1点、サーファーナンバー12、達也。戸崎貴博、この戸崎を止める必要があります。サンバース、セカンドセット存在感を放つ戸崎。身体能力、小川武史。サービスエース、大山咲希。タイスコアになりました。さあ、昨日のゲーム1でも非常にバランスのいいトス回しを見せた大谷。無事ながらのナンバー15、狭間太平入っています。リリーフサーバー、無視ながらのナンバー4、中村竜介が戻っています。ブロックアウトの得点、 VC 長野です。セカンドセット非常に拮抗しています。ここからどちらのチームが主導権を握ることができるのか。突き刺したムセルスキー、ナイスファイト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 。サブスティチューション4サンパーズ、ナンバー21ケンジ佐藤。リリーフサーファー、レフティー佐藤ケンジ。その上背は196センチ、青森県出身のプレイヤーです、佐藤。ジャストです。サンパースナンバー18、小川が戻っています。サンパースナンバー9、池田光太。19点目、 VC 長野。ブロッカー。
ブロックアウト、戸崎貴博。VC 長野選手が交代です。ナンバースリー池田聡太が入ります。VC 長野20点の大台に乗せています。ケンヤ藤中ストリート VC 長野選手の交代です。ナンバー13椿めぐるが入ります。タイスコア From the back ディーバーナイスファイト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 ナンバー12塩田シャットシャット一緒に上げて上げて藤中健也一枚でブロック。VC 長野選手の交代です。ナンバー10ウルムルキ2番が戻っています。2点先行サマーズ。ミドルからの速攻です。中村龍介ルーキーの得点。土浦日大高校から順天堂大学、そして VC 長野。バックセンターナンバー8マッサーナイスファイト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 2点先行ポイント3番大谷ぬるむる蹴り番変わらずセットポイントサマーズ。センター速攻ご覧のように第2セット25対22でサントリーサンバーズが取りまして、セットカウント2対0